ピンです。ピンク。ラテ。TP。始まるよー。はい。本日は、お部屋紹介でーす。お部屋紹介は約2年ぶりになります。メイが多分中学1年生になったくらいの時に1回お部屋を紹介したんですけど、結構前回よりね、数が増えたのかな。あとちょっと整理されたかなって感じなので、ぜひ最後まで見てってくれると嬉しいです。それではどうぞ。早速紹介していきたいと思います。入ってすぐはこんな感じ。一番最初に目につくのがここなんですけど、ここはなんていうの、ラックですね。ハンガーラックみたいな、帽子とかバッグを収納してます。ここ2段になってますね。でクローゼットはこっちにあるんで、服は全部この中にあります。ちなみにスリッパを履いてます。クマのこんな感じ。ここはカンカン帽、もう夏なのでね、カンカン帽をかけてたり、あとよく使うショルダーバッグかけてます。カチワレもいます。はい、で帽子、バケハ、キャスケット、バケハ、ベレー帽、こっちちょっと冬系の帽子になってます。これもよく使うバッグで、サマサベガのバッグです。下の方はたまに使うかなっていう手下げとかショルダーバッグが入ってます。これあんま使わないからね、常に下にいます。こっちです。こちらギターがいます。このギターは去年かな、2年前の誕生日に買ってもらいました。もともと安いアマゾンとかに売ってた超安いギターを使ってて、ちゃんとしたの欲しいなと思って、ヤマハのね白いギターを買ってもらいました。これここが可愛いの、このデザインが。なんかコール・クラークっていうギターがあって、そのデザインが超可愛かったんだけど、めちゃくちゃ高くて買えなくて、似たデザインもないかなって探してた時に、めっちゃ好みのちょっとね、ここが似てるの、コール・クラークってやつと、ちょっと名前合ってるかな、コール・クラークだと思うんだけど、多分こんな貝殻っぽいさ柄が可愛くてお気に入りです。ピックが挟まってますね、2個。このピックはハワイで買いました。でも多分もともとウクレレのピックだったから、ギターに使っていいのかはちょっとわからない。はい、こんな感じ。ここはちなみによくここで TikTok 撮ってます。さっきのオープニングもここで撮りました。次はデスクです。机は超シンプルです。ここは多分使わないので、勉強するかくつろぐかって感じだから、物は置かないですね。机に置いてあるのは筆箱、ファイルとノートと、これなんか貯金箱みたいな、箱じゃない、貯金ファイル。お金をちゃんと何に使うかとかっていうのを分けながら貯めてます。あとはこのメモ帳、クロミちゃんのメモ帳と、もらったお手紙とかレターセットが入ってる紙です。この中にはアクスタが入ってる、たくさんだから、ちょっと小銭入れよ。この下に、これはコースターですね。これはね、サンキューマートで買いました。デスクのライトです。光らせるとこんな感じです。勉強するときは使ってます。椅子はこんな感じの、シナモンの、これダイソーかな、ダイソーに売ってたタオルケットみたいのをつけてます。これもともとゲーミングチェアですね。すごい便利なの、めっちゃ倒せるから、めっちゃ寝れる、寝室で普通に寝れます。続いてこっちです。前回も言ってるんですけど、ちょっと狭いのでロフトベッドにして広く使ってます。だからこれがベッドで、ここはベッドの下です。ベッドの下こんな感じ。ハチワレがねいっぱいいるでしょ。なんか多分前回紹介した時はここにいた人形が多分白か水色の何かのぬいぐるみだったんですけど、交代してハチワレちゃんになりました。紹介していきます。はい、ハチワレちゃんここにいてます。こっちから紹介します。ここにはこれシーンで買ったクマのぬいぐるみと
セボンスターをつけてます。可愛くてお気に入りです。こっちアクセサリー系ですね。これがネックレスと指輪とかで、こっちがイヤリング。最近整理して少なくなりましたね。これはシーンで買ったなんかいろんなお洋服とかにつけられるリボンです。あとピンですね。ピンとチョーカーが入ってます。これみんな好きなクマ吉っていうキャラクターです。なんか口が剥げちゃってないんですけど、口があったかも覚えてないんですけど、あ、多分鼻があったんだ。鼻があったんですけど剥げちゃった。はい、こっちはカチューシャがあります。カチューシャもだいぶ整理して使うものしか置いてません。この下には爪とかネイルチップとか爪のお手入れ用のものが入ってます。いっぱい爪に塗るクリームとかオイルとか除光液とかも入ってます。この上がネイルチップです。まだ開けてないやつばっかり。これ超かわいいの、ちょっと待って、ほら超かわいくない？これはハンズビーで買いました。ここは裁縫系の道具で、こっちはお薬ですね。目は偏頭痛持ちなので頭痛薬とかサプリが入ってます。この机は下がねちょっとガラス張りみたいになってて可愛く見せてます。ダイソーで買ったお花とかを散りばめて、可愛いお人形さんとか入れて、鉢割れとかも忍ばせて可愛くしてます。これはメイの大好きなおなじみのホテルキーのガチャガチャで、ユートピアです。この下は今日は紹介しないんですけど、美容系のものが入ってたりします。この机の下は教科書とかですね。こっち側がね、まず椅子と毛布とクッション。これフランフラン、これもフランフラン、ちなみに絨毯もフランフラン。続いてこっち側です。じゃあドレッサーですね。ドレッサーは前回紹介した感じです。本当にそのまんまみたいな。ドレッサー紹介の動画を詳しく見せてみてください。ここお気に入りです。ここね、下地とかいっぱいあるんだけど、こっちがハチワレが3匹います。かわいい。ハチワレ好きなの。ずっとテレビ見てる時とかマッサージをするのでここに置いてます。これテレビです。普段は毛布かぶせてます。毛布タオル。ちょっと寝る時もテレビつけて音楽を聴いたりしてるので、光がねちょっと鬱陶しいので、これをかけて寝てますって感じです。でこの下がゲーム機とかかな。ゲーム機があります。これプレステ4ですね。じゃあ、あんまりここに物は載せちゃいけません。プレステ4の本体の上に物は載せちゃいけないので真似しないでください。でこれ可愛いでしょ。これは妹がくれたハチワレです。アイロンビーズで作ったらしい。あとはちょっと iPad とか。 iPad は YouTube 見たり持ち歩いたり絵描いたりって感じ。ここは全体見るとこんな感じ。ピントさん上の方にあるライト、ちっちゃなフェアリーライトがめっちゃ可愛いんですよ。電球を消すと、前回の動画でも見せたんですけど、夜寝る前とかずっとつけてのんびり過ごしてます。音楽聴きながらちょっと薄暗くしたり。でもこれ電池なので長時間はつけたりしてません。お部屋は一通りこんな感じでした。ハチワレがね好きだからめっちゃハチワレいます。お部屋に2年ぶりのお部屋紹介だったんですけど、物の配置とかを変えずに物を減らしてシンプルにしたりしてます。はい、一通り紹介し終わりました。いかがでしたか？めっちゃ白と水色って感じですよね。多分2年前のお部屋はちょっと物が多かったと思う。結構ね、綺麗にね収納ができるようになったんじゃないかなって思います。もうちょっとねおしゃれにしたいなって思います。他のメンバーのお部屋が見てみたい。マリアちゃんとか見てみたいんだよな。お願いします、教えてください。正解が分からなくて、この部屋の広さでどんな風におしゃれにするのかが。可愛い小物とかあったらぜひコメント欄で教えてください。今日はこんな感じで終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。
あ、そう聞いて。今日めっちゃ髪うまく巻けたんですよ。ウェブ巻き。バイバーイ。